にちは。こんにちは。こんにちは。あ、しゃ。今回は社員飯ということで、なんでバックショットと、え？なんでバックショットと、あ、ごめん出ましたね。あー。これがね。いいの。社員飯ということで、これに巨大カツ丼を作っていきます。はい。よそってみんなで食います。はい。それでは僕はじゃあタレ的なものを作るので。キム君、カツマ担当でよか。カツマ、カツマ、もうせじゃあ俺、カツマ担当、カツマばして、次は、はい、油担当で、キャベツも油担当、ね、キャベツは敷く、キャベツ敷く、キャベツ敷、俺結構好きやもんな、俺キャベツ敷かん、まあ、好み、あ、そうか、全部一緒か、じゃあ多数決、うなやし、カツ丼にキャベツを敷く人、はい、タレがなかったら引くけど、別になります。じゃあ引く。あ、今2対2、はい、こうちゃん、こうちゃん引きません。やっほー、大福てか、活動しかんやろ、普通。え、ソースは引くはず。ソースは引く。ソース、うん、ソースカツ丼。あ、ソースカツ丼なのこれ。やったら引く。あ、でもこれ普通のカツ丼やけ、これ普通のカツ丼よね。なんかさ、お肉が柔らかくなるアイテムあったやん。あ、あった、どこにあったっけ。あ、どっちどっち、ソースカツ、いや、普通のカツ丼。うん、いや、うん、俺もそう、それはできる。ソースカツ丼やったら敷くよね。ね、うん、一緒。ソースカツ丼やったら俺も敷きたい。はい、一緒っす。一緒、父ちゃんと俺一緒。一緒ね。なんか嫌だな。なんでよ、ヨーラ、俺のこと大好きやん。昨日からだからそうやったかね。そうやった。カタ君、なかなかうんって言わんす。ヒレトンじゃん、うれしい。見て、おえ、おそれどうしたと、視聴者さんが売れたやつ、え、マジで入っとった、え、マジで、それ2万円するよ、視聴者さんがからいただいたと、いや、こういうほら、なんかいろんなものを送ってくれる視聴者さんがいる、あ、知ってる知ってる、知ってるってやっぱり肉は柔らかくして、おお、なんか定期的に送ってくれちゃったやろ、そう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 、これやばいやつ来てるやつ、そう、それあのいつもの視聴者さんが送ってくれてる、これ西川社長が好きなやつ、好きなやつ2万ぐらいしたやろ、2万ぐらいっすマジで、ついどんなやつか教えてやってもね、いや充電入っとらんじゃん、そうか、ものすごい風が起きるけど、うん、これ洗車の時とか欲しいなって、俺もあとエンジンにも社長駆け上なもんね、そうそう、扱った時にね、気圧までちょうどいいけど、そうそうそう、玉ねぎ切りまーす言うてまーす、玉ねぎ切ります言うてまーす、これ切れ味バラいよ、この包丁マジ濃い濃い、どうしたとこいつの間にかって、 めっちゃ切れるっちゃんほら、それももらったんじゃない、ほらほらほら、あ、いや包丁もね、もらったよ、めちゃくちゃ切れるっちゃ、ね、ほら、すごくない、うん、すごい、切れ味が半端ない、包丁もね、もらった、じゃあこれいただいたとかもね、はいだーす、びっくりした、これすんの入れます、ほら、こうやって見て、これで柔らかくなる、へー、筋を切るのかな、早いね、それね、あ、いいよ、あ、これがビューってなって、こう、あ、いいね、すごっ、キム、唐辛子大量にいる、いいね、はい、あ、そうね、唐辛子大量がいいね、唐辛子大量、おはようさーん、生姜とあれ入れます、卵とくときいっぱいじゃんね、やるやる、男っち知っとったけど、塩コショウ、おー、これで柔らかくなるんだ、いやマジでいろんなものをね、まあ、ジャンルとはないじゃん、そう、なんか DIY 系とかね、うん、そうそう、ちょっとルアー洗ったり、じゃあ俺の卵割りはミスっときなくたか、卵割り選手権見る、こうちゃん、え、見る見る、おい、玉ねぎ切ると早かったのと、うん、卵割ると早かったの、そうね、え、それ個性、個性個性、ヒーローアカデミア食っちゃう、よろしく、おおおお個性、卵割るおお、皮の入るな、こっちにこっちにだけ出してこっちやで、卵出してこないこっちやで、よう気づいたね、こうちゃん、それこっちからやで、ね、だってね
えぇ、あ、ちょっと待って、こっからでいいかな。でも早かったろ、早かった、早かった、から入っとらんのね、から入っとらんやった。それで年ね、こちゃん、でも思ったより早かったろ。普通に早かったよ。でも思ったより割とないやん。これ DIY やったろ。巻き尺ついてる、包丁研ぎ、マジさ、ほら、エギとか入っとるじゃん。この人がすごいとさ、俺らのかゆいところに手を届けるよね。ほんとにちょうど必要なもんが送ってきてるね。エギ王やん、エギ王、マジでちょうど必要なところさ。ほんとよね。じゃあ、よろしく見て、ほらタイプ C、 あ、これちょうど昨日注文したやつ。かけー、かゆいとこに手が届く。ほんとや、あー、やっぱ強い強い、マジですごいけん。やばっか、ちょっと邪魔さ、あー、ごめんごめん。しらさん、しらが、しらがすごいやろ。そのいい感度いかん、俺もすごくるよ、これ。しらがだらけじゃん、油、ちょっと、じゃあ乗ろうかな。外にこっちから出るから。カツ丼、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 揚げたやつを揚げるやつ。だいぶあるな。何枚ぐらいあった？9。もうよろしい、行くよ。え、行って、もう、ほら、ほら、あ、ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいい。けい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 。3個が足りんかもしれん。3個だって。おパン粉。おパン粉が。なんで？なんで？おい、何も言っとらんやろ。さこちゃん。笑っただけや。なんで笑ったんですか？言い方よ、気分。いや、パン粉上品に言ったらおパン粉でしょ。うわぁ。何もそれいらない。いらないんかい。全部使いちゃった。お小麦粉は今日暑かね、今日暑い、ずっと暑いよ、マジ昼がめっちゃ暑い、すごいね、一気にあげれるのいいね、もうお前いけるよ。ね、これこれいいさ、この網絶対足らんじゃない、うん、おー、あたくんの、うわあ、ゆらさん、おパン粉、おパン粉、おパン粉、部屋が焼くね、おパン粉、おパン粉、おパン粉全部出た。で、あとは胸押しが色で判断してくれるけど、胸押しがもう、そこはシャーっとシャーっと焦がすけんね。うわ、いいねいいね、よいしょ、これすごい量になりそうね、おーこっち見てあげて、ほら業者やん、マジで、これもう切ってこようかな、あ、熱のところになります、はたくん、違った、はたそこは飯直さんば、飯直さんでよかったと思うけど、うわ、熱い、卵たっぷりやね、熱いよ、あ、持ったやつ、奥の深加減ね、ちょっと固まらしてもいいと思うね、なるほどね、お主もそのつもりと思う、半熟すぎるかもしれない、水曜日ね、卵が、水曜日、こう持ってくる、そこ、ここがくっついてて、ちょっと剥がして、あ、そうそう、豪快なカツ丼、もうこうやってどっかで、うわちょうどよかったよ、このゆるゆるでね、こうやって、うん、ほら、やばっ、やばっ、これすげえ、何マヨ、全部のせんとね、一回、うん、YouTuber としてね、あ、ぴっしゃり、今日全ての量がぴっしゃりや、ほら、うわこれやば、三つ葉とか欲しかったね、量がいい、復活やけんね、かわいいね、社員飯、え、じゃあ取っていい、うん、なんか、わからんけん、なんかこういうのも来た、これでもいいかもしれない、そういうこと、こうして、うわほら、シェアカツ、シェアシェアカツこれなんで
こう、あの、こういうクリームアリーのお菓子です、ね、うんうんうん、そんな感じ。おー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 おお、綺麗に取れた。こちら、こっち側の断面すごく甘い。肉の地層部でしたよ、だらけ。肉が、肉の地層。じゃあいただきまーす。お、キャベツ丸じゃん。いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。カツ丼。さあ、肉柔らかいか。うん、うまい。柔らかくなってる。うん、うん、うまい、うん、あ、食べやすい。あ、お、柔らかい。めっちゃ美味しいカツ丼。おいしい。めっちゃうまい。うん、うん、めっちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいカツ丼。味付け完璧ね、うん、やっぱあのエバラ半魚のすき焼きのタレ、うん、間違いない。うん、うん、うまっ、うまっ、あっ、うん。なんか目がかけ慌ててしまう。食べてしまう。食堂や、焼かれた。めっちゃうまいね。うん。むちゃくちゃうまい。あれ、この端っこの脂身が好きなんですよ。うん。うん。まあ、そうよ。うん、うまい。じゃあ残り社員全員呼んで食うかい。はい、やろうかね。これ喜ばれますね。うん。これはうまい。マジでうまい。じゃあ、社員飯でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うまい、うまい、うまい、うまい。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋、ゴルフスタジオ営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。